斉藤林業の平田丸ルシアです。斉藤林業の能見武史です。今日は自宅をご紹介したいと思います。いろいろ聞いちゃいますので皆さんも最後までご覧ください。それではルームツアースタートです。いや、しかしすごいかっこいいお家で、かっこいい外観ですね。ありがとうございます。ちなみにですけれども、ここ今こう斜めに配置、建物の位置がされているような感じなんですけど、そのあたりの周りの土地の使い方だとか、そういったものを教えてもらっていいですか。ちょっと敷地の真ん前が分譲地のメインの入り口になってて、棟数があるので、うん、そういったところを避けたかったのと、ゴミ置き場があるので、そこに対してまっすぐに向くってよりかは少し方向を変えて開くような形で斜めに配置しました。結構周りの建物を見ながら実際に、ね、建物の位置を決めたという形ですね。今面としてはお庭とか車を止めるあたりっていうのがどんな感じですか。一応今考えているのは、南の下にこうデッキを、なるべく大きく考えていて、東にもずっとデッキを続けて、北側の洗面脱衣室まで続くような形で考えてます。その正面は植栽植えたりとか、ちょっと景観としての庭と、この辺にちょっと駐車場を計画していて、後ろからも前からも出れるので、ぐるぐる回れるような形で使っていこうかなと思ってます。裏にも土地の部分もあったりするので、ここぐるっと回れるっていうのはいつもと違う雰囲気だなって思いました。せっかく後ろにも大きい道路があったので、なるべく車の出入りもスムーズにできるようにっていうので考えました。続きまして外観ですけれども、外観についてこだわりのポイントを教えてもらっていいですか。大屋根に憧れがあって、屋根をシンプルな形で大きくなるべく見せるために、1本だけ隅がある屋根の形にしました。屋根自体も隅のところ写真棟っていう焼くものを使ってもらって、なるべくこうすっきり軽やかに見えるように工夫しました。軽やかに見せる工夫として、軒裏に隠れてしまう屋根の下地部分を見せる形で、たるきも見せてですね、よりすっきり軽やかに見えるような作りにしました。すごい実際にすっきりしていてインパクトもあるのでかっこいいなって思います。あとはこちらのところなんですけど、こう今こう梁などが木材構造材が見えてるんですが、こう屋根の部分は通常よりこう多めに出して、通常柱が多分この辺りが出てくるんですけど、それ今ないような状態ですが、この辺りの骨組みの部分とか構造的な部分とかも考えて設計された感じですか。ちょっと通常よりも屋根を出していて、柱をなくしてるんですけど、そうすることで先ほどここは車の出入りに使うって言ってたんですけど、雨の日とか濡れずに玄関に入れるように工夫しました。確かにこのぐらいがあれば全然安心してこう降りて入れますよね。あとこちらに高めの位置に EV コンセントがあるんですけど、少量なんですけど太陽光も載せていて、将来電気自動車にも乗りたいなと思ってたので、なるべく差しやすい位置で高めに設定しました。確かに差しやすいですねあとは北側の部分にも外観のこだわりポイントがあるとお聞きしました。先ほど屋根はシンプルにかけたんですけど、北側に来ると屋根の形も変わって見えて、西側の方から見ても表情が変わっていくので、四周から見える家なので、その辺も意識して計画しました。実際にそこの部分が屋根の形状が変わっている部分が見えてて、また北側と前面の部分の表情が変わっててかっこいいなって思いました。そしてこの玄関前の玄関ポーチと、あとこの近くにある鎖戸のデザインなんですけど、ここもまた形状とデザインが変わっててこだわりのポイントかなと思うんですけど、玄関ポーチに関しては先ほどちょっと後でデッキを作るって言ったんですけど、その形を、この斜めのラインに沿って作りたいなと思っていて、このライン自体は向こうの敷地のラインからこう直角に引いたラインになるんですけど、見た目もシャープにかっこよく見えるので、そういったことも考慮してこの形にしました。向こうの
延長線だったんですね。そうですね。ちょっとだいぶデッキが大きくなるんですけど、この鎖戸は実は陶器製で結構重いんですけど、まあ、玄関前ってこともあって思い切ってお金をかけて、はい、いいものにしました。あ、いいですね。実際見ましたか、流れるのは。まだ見てないです。あ、じゃあ楽しみですね。そうですね、はいはい、いよいよこのお家の顔、玄関の扉なんですけど、またちょっと変わったデザインなんですが、湯田木工所っていうところの木製の断熱玄関ドアになるんですけど、まあ、昔から木製のドアに憧れがあって家を建てるときは決めてたので採用しました。色合いとかも柱とかこの軒天の部分合わせて選んだ感じですか。玄関ドアの色に合わせてちょっと赤みのある色で統一して塗装してもらいました。それでは中の方に入りたいと思います。失礼します。どうぞ、はい、扉も木製でいい重さですね。そうですね。いや、玄関も広いですね。開放的で今養生されてるんですけど、床は自分でこれから仕上げようと思ってるんですけど。そうなんです。すごい。コンクリート平板っていうのをこう敷いていこうかなと思ってます。かっこいいですね。ここで何か作業とかもやるような感じですか。子供が例えば自転車とかそういうのも中にしまえたらいいなと思ってたので、はい、なるべく玄関はできるだけ広く取れるようにしました。あとはここに玄関の一部に手洗い機はあるんですけど、最近も結構お客様がお要望の中で玄関近くに手洗い機をっていうのをお聞きするんですけど、やっぱり帰ってきてすぐ手が洗えるようになったりとか、あと外でちょっと作業した時に、うん、手を洗えるようにっていうのでこの位置に持ってきました。下がコンクリートになってくるので多少水が跳ねちゃったりしても、はい、気にならないので、そういった意味でも使いやすいかなと思ってこの位置に計画しました。使いやすそうですね。ここもタイルも貼られてて可愛いですね。あ、そうですね、はい、必要最小限でコンパクトにまとめました。続いてここの部分なんですけど、今多分メインはここから入っていくような感じですか。そうですね、お客さんが出入りする玄関としてはここがメインになります。大黒柱と、おー、そうですね、見えますね、はい、とちょっとした手すりですね。すごいすっきりしてかっこいいですね。そうですね、黒く塗装して、はい、なるべく手すりっぽく見えないように工夫しました、はい、もうデザイン性がすごいです。扉もつけずにもう直接上がれるような感じにしたのも、ここを区切らずにっていうのが、室内を広く見せたいっていうのがあったので、うん、建具なんかもなるべく少なくして抜けるところは抜いて広く感じさせるような工夫をしました。この入り口とあともう一つ入り口があると思うんですけど、こちらは中に上がってもらった後に説明します。楽しみですね。あとは、ここのラインの部分すっきりしててデザインをされてるような形を感じるんですけど、この辺りの工夫とかはいかがですか。そうですね、一応家を作る時のテーマとして揃える、つなげる、整えるっていうのを意識して作ったんですけど、なるべくこういう横の線を近いものは揃えて作ることですっきりと見せる工夫をしました。先ほど、なるべく広がりをっていうことで建具とかつけない作りにはしてるんですけど、やっぱりこう場所を区切るっていう意味で玄関の段差とこういった鴨居があることでその場所をなんとなく区切れるっていうので、そういった効果を狙って作りました。確かにこれがあることで空間の感じ方また変わってきますね。玄関にも広い窓が設置されたと思うんですけど。そうですね、玄関からちょっと隣の敷地の緑になるんですけど、玄関立った時に緑が見えるようにっていうので大きめの窓を計画しました。そういった意味では玄関入った時の抜け感を作るために玄関入った正面に窓を設けました。確かに赤城山が綺麗に見えますね。そうですね。とこちら床なんですけど、と違う雰囲気になってるんですけど、床は杉の特一の30ミリを使ってるんですけど、はい、その厚みを見せたくて、通常だとここにあがりがまちっていう別の木の部材が入るんですけど、そういったものをなくすことで床の厚みを見せて
かつ見た目もすっきり見せる工夫をしました。すごいかっこいいですね、すっきりしてて。そうですね、実際にこう石鹸の段階でこのような細かい部分とかあったりするんですけど、今回は設計と監督ご自分でやられました。なので、こういった細かい部分とか自分でやりたかったことを全て実現するようにしました。続きまして、リビングに行く前にもう一つご質問なんですけれども、そちらの扉はどこにつながりますか？あ、こちらはですね、お客様用のトイレになってます。はい、このトイレは外壁に面してないんですけど、昼間、明かりが入ってくるように上にアクリルの開口部を設けて、はい、昼間でも明かりなしでも使えるようにしました。一番こだわったポイントとしては、クワの木の一枚板を壁に貼ったところですかね。かっこいいです。続きまして、いよいよリビングの方でご案内お願いします。はい、お願いします。おお、開放的、広いですね。1階部分の南半分が丸々 LDK になってます。一番奥がですね、はい、一応将来的に1段上げて小上がりにしようと思ってるんですけど、ここはキッズスペースだったりとかちょっとした書斎みたいな感じで使おうかなと思ってます。いいですね、ちょっとしたスペースがあるといろいろ使えます。そうですね、一応ちょっと LDK が一体的であるんですけど、ここだけ少し壁を作って、はい、少しこう仕切れるような感じでイメージして作りました。今ここいるスペースがメインのリビングスペースになるんですけど、はい、南側に造作 の、はい、ベンチを作ってもらって、まあ、妻から縁側みたいなスペースが欲しいって言われて、はい、通常のソファーよりもだいぶ奥行きと長さがあるんですけど、ちょっとここで日当たりもいいので日向ぼっことか縁側的なスペースで使えるかなと思って設計しました。隣がワークスペースだったりとか、あとちょっとちょっとした朝食を食べるスペースだったりとか、あとキッチンとも続いているので、子供がちょっと料理を手伝ったりとか、まあ、そういったことでこういろいろな使い方ができるようなスペースにできたらいいなと思って作りました。こちらが取り外しが一応できるようになっていて、こちらですか？そうですね、はい、そうだったんですね。でちょっと将来的に南側にデッキを作りたいなと思っているので、はい、まあ、そういったところのこう出入りとかも吐き出し窓なので取り外しできるようにしました。すごいですね、なかなか見ないですね、こうすごい発想です。そうですね、いろいろちょっと挑戦した部分もあるんですけど、ちょっと動かしてみます、はい、あ、はい、一応こんな感じで。本当だ、はい、すごい取れますね。少し大変ですけど、はいはい、取り外しできるようにしました。一番奥がキッチンになってるんですけど、はいはい、またすごい色合いもかっこいいですね、タイルとレンジフード、キッチン自体。じゃあキッチンは南に向かって立つようにしていて、年齢も決して若くないですし、あと南で十分明るいのでキッチンを思い切って暗めの色で統一しました、はい、まあ、レンジフードも黒にして、はい、キッチンパネルも黒いものを選んで、で間はこうちょっと深緑の細長いタイルを貼ってるんですけど、全体としてちょっと、まあ、落ち着いた雰囲気のキッチンをイメージしました。ちょっとですね、南に向いた時に、はい、これ実は自分で作ったんですけど、ちょっとなるべくこの天板上に物が置かなく使いやすいようにっていうので、はい、窓の奥行きを利用してちょっとした物が置けれるような棚を作りました。すごいですね、ここに一体に見えますね、全然わからなかった。上のブラインドもそれに合わせて短く作ってます。と照明なんですけど、はい、一応今キッチンはこの、うん、ペンダントやってるんですけど、はい、やっぱりちょっと夜は若干暗いかなっていう感じなんですけど、ちょっとこの LDK の照明自体を壁沿いに配線ダクトを用意していて、はい、それで後々増やしたり減らしたりっていうのができるようにしてます。はい、面白いですね。続いて奥がですね、裏にカップボードと冷蔵庫置き場ですね、はいはい、であとちょっとその上もちょっとした作業台に使えるように高めのカップボードを
選びました。でもこれも自分でこう、あ、そうですね、自分で板を買ってきて取り付けました。収納、はい、いっぱいあって使いやすそうです。で一番奥がちょっとしたパントリーにゴミ置き場と、はい、入りきらなかった家電と、はい、すぐに使いたい食材系を置いてます。リビングとかダイニングからも見えないので、もうすごいすっきりした空間を出来上がってるというふうに感じました。こちらの扉で一番初めにお見せした扉のことですかね。そうですね、実はここ開けていただくと、はい、すぐ玄関につながっていて、はい、買い物から来た時に、はい、勝手口みたいな使い方で買ってきた食材をここに置いて上がって冷蔵庫にしまったりパントリーにしまったりできるっていうような作りにしました。もうすぐですね、もう最短で。そうですね、一番近いですね。やりやすい。これは妻も喜んでました。ああ、よかったです。と、はい、一応この壁自体をあの天井まで行かずに、はい、建具の高さに合わせて低く抑えたんですけど、うん、はい、これもあの空間に圧迫感を感じないようになるべく広く見せれるようにっていうので天井まで行かずに作りました。開放的に感じますし、この大黒柱とか木の感じを見られるっていうんですか、空間として素敵だなと思いました。井上さん、すいません、こちらの、はい、模型なんですけれども、はい、もしかして。そうですね、あの建物の外観とか、まあ、屋根の形を見るために、はい、あの作りました。あのこれが最終形の形です。はい、じゃあこの前にはいくつかもいろいろとこう なんか、はい、作りました。そう、内部もなんか模型も作っていたお話も聞いたんですけど。そうですね、内部はもうちょっとあの大きいサイズでちょっと作ってですね、メインはこのLDK の、はい、この南に作ったの造作 の形をちょっと見たくて、はい、あの作りました。 LDK はあの南に造作をかなり作ってですね、あの、まあ、キッチンだったりとかデスク、ベンチだったりとか、あの人がこう居座れるような場所があの作りたくて、はい、まあ、それでかつこう一体的になるべく大きく造作を見せれるように木の羽目板を張ったりとか、あとキッチンもあの面材はちょっと木彫のものを選んだりとかして、はい、なるべくこう大きく一体的に見えるような工夫をしました。うん、ベンチとなる部分もなんか収納みたいな形で。そうですね、あのこちらも将来的にちょっと自分であの引き出しを作って、はい、あの子供のおもちゃだったりとか、はい、結構奥行きもあるので、はい、あの無駄なく使うように下を全部収納として考えてます。そちらの板はどのような役割になるんですか？こちらはですね、あの実はこのベンチの上に、はい、あのクッションを、うん、あの設置予定なんですけど、はい、こう座った時に、はい、あのちょっと腰当てとして、はい、あの使えるようにっていうので、はいはい、ちょっとこういったものが少し壁から出てるだけでも、はい、座った時楽なので。すごいですね、ここに座ったらこの大きい窓とお庭も見えて落ち着く空間だなと思いました。ここは多分一番居座る場所かなと、はい、思います。ここも実際ルンバもうちのスペースとして。そうですね、あのルンバ基地と呼んでます。いいですね、ここなら目立たないし、とはテレビ台もこだわりポイントが一つですよね。あ、そうですね、あのテレビ台はですね、実はあの階段の1段目とずっと続けて作ってあってですね、はい、まあ、階段がどうしても1段あの手前に出てきちゃうので、はい、それと兼ねてこのテレビ台を作ることで、ここもあの一体的に見えるように仕上げました。一応工夫としてはあの、まあ、階段はもちろんあの奥に続いていくんですけど、あのこのテレビ台のところも少し壁を下げて奥行きをつけることで、はい、あの同じような見え方をしたいのと、壁を下げたことで、はい、そのテレビ台の奥行きも確保できたので、はい、ちょっと一石二鳥というか、はい、ね、と実は LDK は綺麗な天井を作りたくてですね、あの天井は今設備が一つもついてない状態になってます、はい、夜のメインの照明としてはあの壁のブラケットでほんわかこう明るいような感じで、はい、どうしても局所的に欲しいところはあの南の配線ダクトから電源を取ってそれぞれ必要な場所に、はい、あの照明を設置できたらなと思ってます。天井もちろん綺麗にも見えますし、後からもこう工夫してこう出せたりとかもできるので便利そうですね。そうですね、こちら側が
あの水回りに続く入り口になってまして、はい、であちらの扉が寝室に続く扉になってます。これもしかしてこの先ほどここの一体空間とこの今2つのこう入り口がこうシンメトリーな面になってるってことですか？そうですね、先ほどのテレビボードとあの階段の大きな一つの枠とあと左右に同じようなあの開口を設けることで、はい、ちょっと左右対称になってます。すごい計画ですねこちらは2階へ行く階段になってきますね。そうですね、はい、じゃあお2階どうぞ。はい、もう手すりもかっこいいですね。これ塗ったんですか？あ、そうですね、黒く塗装しました。こちらが2階になってますね。あ、はい、お広いですね。そして明るいです。すごい、あ、素晴らしい景色あるじゃないですかそうですね、ここからあの赤城山が一望できるように北と東に向けて窓を設けました。おー、はい、すごい明るくていい空間ですね。ここはお子様のお部屋になっているんですか？あ、そうですね、将来的にあの、まあ、子供部屋にしようかなと思ってるんですけど、はい、あの今実はあの天井と壁と床を、うん、はい、あの下地の状態のままあの引き渡してもらって、はい、子供が大きくなって自分の部屋持ちたいなと思った時に内装を考えながら一緒に作れたらいいなと思ってしてもらいました。楽しみですね、一緒にそこまで考えられてるんですね。そうですね、あの家を建てる時の一つのちょっと夢でもあったので、はいはい、ちなみにここは何畳ぐらいですか？12畳になりますね。広いですね。あとここの棚あまり見られない形状なんですけど、実はですね、はい、これあの自分であの作ってですね、あの余った床材を利用して作りました、はい、すごいですね、はい、本当は床材の手すり兼あの棚として作って、うん、まあ、棚なのでこう後ろがこう空いてるんですけど、はい、夏場の冷房をこの2階のエアコンで取ろうと思ってるので、はい、その冷気がこうなるべく下にあの綺麗に落ちるようにというので、あの空気が抜けるように壁を作らずに抜けているような形にしました。確かに立ち上がりも壁がないのでもう1階まで全部空気が行き渡りますね。こちらの椅子なんですけれども、これはですね、はい、あの自分が学生の時に買ったのカリモックのケイチェアっていうシリーズになるんですけど、皆さんちょっと座ってみてください。失礼します。おお、ここに座るとすごいですね。先ほど見えてた景色を、はい、お家がもうほとんど見えなくて山の景色だけが見えるので目線としては最高ですね。ずっとここで座っていたいですねたちは群馬が好きです。群馬の木が大好きな住宅会社です。ルームツアーいかがでしたでしょうか？本日は揃えるつなげる整えるをテーマにした自宅を紹介させていただきました。まだまだこれから仕上げていく部分もあるのでそれを楽しみながら暮らしていけたらと思います。野見さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。